フィリップ・ファールバッハ2世は、オーストリアの作曲家、指揮者。ウィンナワルツの作曲家として、有名だったフィリップ・ファールバッハ1世の息子で、ヨーゼフ・ファールバッハ、フリードリヒ・ファールバッハ、アントン・ファールバッハの甥。い。ファールバッハ家の最後の音楽家で、一族の中で最も親しまれている作品が多い。父フィリップ・ファールバッハ1世の影響を受けて育ち、11歳の時に指揮者として、 ウィーンとブダペストで公衆の前に立った。やがて父のオーケストラを引き継ぎ、ウィンナ・ワルツの作曲家、指揮者として活躍した。その名はウィーンのみならず、パリやマドリードにまで知られており、彼の作品の多くは、まず最初に、フランスの出版社で楽譜が出版されたという、ワルツ王として知られるヨハン・シュトラウスに世の良き、ライバルであった。そのワルツ王の弟、ヨーゼフ・シュトラウスとは、 信仰があったと言われ、彼が没した後に、ヨーゼフ・シュトラウスの思い出というアルツを捧げている。ちなみに、今のところウィンフィルニューイヤーコンサートに、彼の作品が取り上げられたことはない。ありがとうございます。